ありがとうございます。ここからもう何曲か歌っていくんですけれども、すごい気にしないでいきましょうか。あ、雨降ってきましたね。やだです。ちょっと気にしないで頑張ります。続いての曲はさくらんぼという曲なんですけど、結構知ってる方も多いと思うんですけれども、最後の方にもう一回っていうところがあると思うんですけど、私がせーのって言ったら皆さんでもう一回って言ってほしくて、ずっとそのせーののタイミングを伺いながら聞いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それでは2曲目お聴きください。さくらんぼ。笑顔咲く君とつながってたい、もしてあなたと私さくらんぼ。手を開くと甘い甘いものです。夏の日の一日が自転車の旅や
だけな歴史はさらに深いけれど、一つでもかけてたらとんでもなく足りない、祈りないか未来、二人の絆笑顔咲く、君と抱き合ってみたい、もしあの向こうに見えるものがあるなら愛し合う、二人幸せの空いろいろ飛ばしてしまったんですけど、もう最高、もうここ2曲目、まだ2曲目なんですけど幸せです。あの、私は幸せなんですけど空は幸せじゃないのかな。すごい雨が降ってきましたね。ちょっと嫌だなって思うんですけど、まあありがとうございます。大丈夫ですかね。じゃあ大丈夫という言葉を信じて続いての曲いきたいと思います。続いての曲は365日の紙飛行機という曲なんですけど、このポーズ皆さんできますかね。親指と人差し指と薬指をこうする感じ。あ、正解です、正解です。親指、あ、イエス、大正解です。そうです。このポーズでサビの時に皆さんでこういう風にやれたらいいなと思うので、まあ、できる方だけで大丈夫なんですけど、このポーズ覚えておいてくださいね。それでは3曲目いきます。聴いてください。365日の紙飛行機。お願いします。
すごいいっぱい紙飛行機飛んで、はい、雨止みました。素晴らしい。もう一回拍手お願いしてもいいですか。ありがとうございます。ではこの調子でもっとどんどん歌っていこうと思うんですけど、続いての曲はちょっとアイドルチックな可愛い曲なので、皆さんウキウキしながら聴いてもらえたら嬉しいです。それでは聴いてください。私魔法使い、あいつだよ、また魔法使い、ほっぺにピンクチーク、今日も頑張って、レッツゴー。もうちょっと続いてがラストの曲です。それではラストの曲はですね、私自身もすごい大好きな曲で、もう本当に心からラブを送りたいぐらい大好きな曲なので、皆さんも好きになっていただけたら嬉しいなと思います。それでは聴いてください。最後の曲です。虹色。
続くよ。虹色の雨降り注げば、空は高鳴る。ありがとうございました。この後終演後に物販をやらさせていただくので、もしあ夢かいいなとか思ってもらえたら遊びに来てくださると嬉しいです。以上、夢かでした。ありがとうございました。